なんかさ、すごい最近いろんな人に痩せたねって言われる。うれピッピー。やったー。まあでも髪の毛結んでるっていうのもあるかもね。まあでも最近毎日は嘘だ。で結んでるね。でもなんかさ、雨とかでさ、広がっちゃうからさ、なんかそれだったら結んだ方が楽だなーって思っちゃうんだよね。4キロ走った。偉すぎ。私絶対もう走れない4キロも。無理無理無理、絶対無理。マラソン、マラソンはね、ほんと高校生で卒業しました。 そう、マラソンは高校で卒業したから、もうね、二度とやりたくないマラソンは。嬉しい、でも嬉しいです。この前お代理にも言われたの、ルンバ痩せたねっつって。嬉しい、めっちゃ嬉しい。でも最近本当になんかね、そう言われることが多くなって、 I'm happy, very very happy, yay. なんかそう、でもまだまだね、ちょっと頑張りたいところなんですけど、そう。 今日あれだよね、黒着てるからな、カラーかな。なんか画面がさ、すごい明るく感じる。多分黒を着ているからでしょう。明るくっていうか、なんか画面がいい感じになってる。多分黒を着ているからだと思う、あれ。っていうのもあるのかな、わかんないけど。 でもそう、めっちゃね、頑張った、めっちゃ頑張ったは、なんかね、自分で言うなっていう感じなんですけど、でもね、頑張ったのかな、頑張ったんじゃないかなって。頑張ってる、ん そう、頑張ったんじゃないかなって思ってるのかな。 そう、そう、いや、ちょっとパキッと言った。 言いました。今日のメイクめっちゃ適当にやったけど、いい感じだね。眉がいい感じな気がする。イエーイ。私よくなる体質なんですよ、ほんと。パリ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 、黒色の服着たら画面が明るくなるってチームメイトのメンバーが言ってた。だよね。 明るくなるよね。そう、いた、またボキって言った、指が。今度は指がボキって言いました。ボキボキね、なる星人なんで私、ほんと。あ、そう、なんかなんだっけ、あれってなんて言うんでしたっけ、イヤホンと、イヤホンジャックとスマホつなぐやつ。れなんて言うっけ？あれ新しくなりました。ありがとうお父さん。新しくなったあれ。そう。そう、あれね、あれなんて言うんだっけ。 あれ。 みんなあれね、あれあれって言って、みんな多分分かってると思うんだけど、名前が分かんないよね。 私も分からん。 やば、みんなあれねって言ってる。 いや、痛い。アダプターか。そう、アダプターね。そう、ニキビがちょっと痛いんだよね。ニキビって言っちゃうんですけど、アダプターらしいです、皆さん。あ、そう、あれが、やっぱあれって言っちゃう。新しくなりました。今日お店でコナンのサイダー見つけた。
あれね、なんかね、売ってるよね。でも私ね、あの炭酸が飲めなくて、だからちょっとサイダー買ってないね。そう。そう、アダプターをつなげてね、あの Spotify の音楽を聴けるようになりました。ありがとうございます。やっぱなんかさ、あのマイク付きイヤホン、なんかスマホ買った時についてくるやつ、なんかあれって本当に、なんて言うんだろう、全然聞こえないんですよね。そう、だからね、早く欲しいって思ってさ、買えてよかった。まあお父さん買ってくれたんだけど。オロナミン C 飲んだことないや。あんま、なんかあのエナジードリン、おな、かんだ、オロナミン C ってさ、オロナミン C を噛んでオラって言っちゃなんなんて話ないけど、オロナミン C ってあれエナジードリンク、エナジードリンクであってんのか、難しい、エナジードリンクが書いてあるねん、噛んだエナジードリンクでいいのかな。リポビタン D も飲んだことない。そう、私全然飲んだことないの。だからレッドブルとかも、なんかなんだっけ、モンスターウンタラも、モンスターウンタラ、あのすごい、あの引っかかれてるやつとかあるじゃんそう、とかもなんだっけ、あれなんだっけ、あれ飲んだことないんですよ。なんか独特の匂いするじゃん。その匂いがそんなに好きではなくて飲んだことない。でも私あの速攻元気を飲んだことあります。そう、速攻元気はあのゼリータイプの、あれって何味だったか忘れたんですけど、速攻元気は飲んだことあるって多分みんなに言ったことあると思うんですけど、そう、唇ケア何してますか？リップ塗ってる？あのご飯食べ終わった後とかもうなんかあの乾いたなって思ったらリップをとりあえず塗ってます。うん、でも寝る前にもリップ塗ってる。もう乾いたらリップ塗ってる。そう、速攻元気っていうのを飲んだことあって、そう、それなんか速攻元気、その時なんか北郎とねコラボしてて、コラボっていうかなんか北郎が CM やってたの、速攻元気の。しかもあれ多分3期の北郎なんですけど、そう、なんかだからなんて言うんだろう、それでねちょっと試してみたいなって思って飲んだんですよ。あれいつだった、なんかパーティー、なんかあの写真がね、あの青空の、あの青空のそばにいての衣装着てたのね。だから多分パーティー公演なのかなと思ったら、めっちゃでも前だよねそれ、そんなに前にやってたっけって思ったんですけど、その時にあの多分その時ぐらいなんだけど、速攻元気飲んだぜみたいな写真も撮ったんですよ。そう、だから鬼太郎が CM してたのに惹かれて買いました、速攻元気は。でもその1回きりだったかな、速攻元気も。そう、あの時とか、そう、なんか結構あれね、なかなかパーティー公演の日とかはあの昼夜2日連続とかで割ときつかったんですよ。まあでもその日も昼夜あったんで、昼と夜の間に飲んだ、速攻元気を。そう、初めて飲んだ。どんな味だったかあんまり覚えてない。でも美味しかったですよ。うん、でもだからそう、なんかリポミタン、リポビタン、あれオロナミン C、 リポミタン、リポビタン D で D とかは飲んだことないね。でもこの前、は、誰だ、ユイリーさんがどっちか飲んでた気がする。リポビ、リ
え、リポビタン、リポビタンで合ってる、やばい、あれファイト一発はどっちだっけ、あ、リポビタンで合った、リポビタンデーを飲んでた気がする。ファイト一発はどっちとか、なんかあのよくなんかね、あれはオロナミン C って分かるんだけど、ファイト一発はリポビタンか、そっちがファイト一発か、あのなんかオロナミン C はあのなんとなく分かる、どっかにハートマークがついてたの CM で。すげえ曖昧な記憶。そうで、速攻元気は鬼太郎しか見たことない、もう、うん、速攻元気の CM 全然見たことなくて、鬼太郎以外本当に見たことない。でもそうだね、なんかファイト一発の CM は昔よく見てたけど最近見なくなったな、最近テレビ見てないからかな、やっぱアニマックスね CM 流れるからさ、それでよく見てた気がするんだけど、うん、最近テレビ見てないからかな。ロケが大変、あー、それはあるかもね。そういう問題。名探偵コナンのコラボ腕時計第2弾見たことない、あるんだそんなのが。でもね、名探偵コナンってよくいろんなコラボやってますよね、なんか映画の時とか毎年なんか 何万点限定で売ってますみたいなのがあって、お財布だけお父さんがね買ってくれたことある。そう、めっちゃ前だけどね、と確か11人目のストライカーの時とかだから、何年前なんだろう、89年ぐらい前かな。で割と5年ぐらいは使った気がする、ちょっと持ったかもしれないけどね。5年ぐらいは結構使って、去年ぐらいに手放した、あの捨ててはないんですけど使わなくなった、割とめっちゃバリバリ剥がれちゃって、そう、うん、そう、毎年いろんなコラボしてて、そうだから絶海のプライベートアイが公開されたあたりとかはなんかあのだったかな、あの電磁波の時計みたいなのが出た、電磁波だったっけ、なんかあのもう時間とか合わせなくても正しいのが正しい時間にしてくれるみたいな、電磁波だっけそれ、ちょっと忘れた。なんかそう、絶海のプライベートアイでもそういうのが出てきたんですよ、忘れたんだけど、そうとかいろいろねコラボしてて、毎年だいたいパンフレットの後ろのページの方に載ってるんですよ、あ、電波時計だ、電磁波じゃない。電波時計ありがとうございます、ちょっとおバカなところごめんなさい、電磁波、逆にお前電磁波知ってんのかって言われたら、うん、どうでしたっけみたいな感じになっちゃうね。はい、でそう毎年なんかねあの映画のパンフレットの後ろの方にね絶対あるんですよ、そうだからね、でも時計コラボっていいよね本当。でもセイコーってあそこやんな、プリキュアもあそこじゃ、プリキュアは違ったか、なプリキュアも15周年の時に出てお父さんが買ってくれたんですよそれを、そうあれねめっちゃ嬉しかった、ちょっとねあの電池が動かなくなったからね修理、いや動かなくなったから修理出そうかなって思ってずっとそのままにしてるんですけど、そう腕時計はね G-SHOCK 使ってるからね、お父さんからもらったやつ、もう全部お父さんからもらったやつ。
で去年はさくらちゃんの財布と一緒に時計ももらいました。それはねあんまりつけてないんだけど、そうなんか G-SHOCK 割と使い心地使い勝手がいいから。でもねちょっとおしゃれしたい時はね G-SHOCK だとちょっとごついんだよね。そう こんなのちょっとごつめじゃない。そうこれ G-SHOCK やんな。これで G-SHOCK じゃなかったら私は一体、いや G-SHOCK だよね。え？どうだ、合ってるよね。G-SHOCK だよね。わ不安になる。いや多分 G-SHOCK だと思う。なんかめっちゃ不安になってきた。でもこれそうこれはこれこそ電波時計なんだよ多分。確かね。間違ってなければ。だからめちゃめちゃ便利なんですよね。そうなんか普通の時計とかだとさ自分で自分で回さないといけないけど、電波時計だと大丈夫だから。ベイビー G って書いてある。 GMS って書いてあるんないけど、でショックレジスト、まあ G ショックだと思うけど、これで G ショックじゃなかったらびっくりだけど。そう最近試験の時とかねめちゃめちゃ便利でした。学校につけてってた。学校はつけてっていいよかったからめちゃめちゃ便利。そうなんか中学はもうちょっとなんかすごいハートこの中にハートが書いてあるやつだったんだけど、それもねだいぶ使って4年、もうちょっと4年ぐらいは使って、そんなに使った？でも割とね使ったイメージがある。でなんか高3ぐらいにもらった。これはそう G-SHOCK ね。 G-SHOCK なら壁にぶつかっても平気。そうなんや。だけど私はいつもねこれ見ながら時計見ながらだいたいショールームしてます。なんか今何時かなっていう時にだいたいこれ見たら正確な時間わかるんで、これ見なこれをお供にショールームしているので、ね、たまに物落としたらだいたい腕時計です。でもだいぶでも高校でさと腕時計をつける癖はだいぶついた。最近つけてないけど。そう結構やっぱごつめだからさ、もし外出るときにちょっと可愛らしいお洋服着たときとかにこのごつめのつけるとうんってなっちゃうから、ちょっとねつけないこともあるんだけど。そうでもあるとめちゃめちゃね安心するよね。でもそうなんか腕時計といえば G-SHOCK みたいなイメージはある。日焼けが心配。それはちょっとねわかるね。そうそれはめちゃめちゃわかるからね、ちょっとネイリーに当てた。ここは絶対に日焼けしないようにみたいな感じで日焼け止めは最初に塗ってた。ないと不安になるよね。そうなんだよね、わかる。でもたまにレッスンにつけていって、まあ、レッスン中外すじゃないですか。それたまにね、あれと腕時計どこにやったっけみたいになる時がある。たバッグに入れたらそのままちょっと奥の方に行って全然ちょっと見つからないみたいな、まあ、結局バッグの中にあるけどみたいな。日焼け止めは最近ねあった、机の上にありました。これ使ってるビオレ UV アクアリッチライトアップエッセンスってやつと、あれなんだっけ名前忘れた。あ一応ね使い分けしてるかな。なんかメイクするときとかはこれしてます。あとステージ立つときもこれしてることが多いです。そうなんか光拡散 UV カットみたいなやつであってめっちゃ気になったから買ったんですよこれは。そうでもう一個はめっちゃ肌にいいやつ、赤ちゃんにも使えるやつなんで、なんかもうパッと外出るときだけとかのときはそっち使ってるかな。めちゃめちゃ使いやすい。
あのジュレタイプなんで。そう、腕時計は外かな、外だよね多分。ちなみに左につけます。そう、これ多分おそらく外でいいよね。こういう風につける、外だよね。そう、そう、なんかこのビオレ UV のやつがね結構広告とかで流れてて、あ、ちょっと気になるなって思って買ったんだよ。そう、だからそう、光拡散、光を拡散して肌をいい感じにしてくれるからステージとかにも使ってます。でもそう、腕時計っていいよね。あんまり自分で買ったことはないんだけど、あったわあれあれ、自分で買ったよね多分。そう、自分で買ったことないとか言いながら買ったわ。そう、磁石が動かなくなってから腕時計ちょっと欲しいなって思って、ちょっと可愛いやつを買ったんですよ。そう、多分それ1回だけなんですけど、でも腕時計っていいよね。そう、今の時期長袖着てても手の甲だけ日焼けしてる。そうなの、やっぱ手も日焼けするから手も忘れずに塗りましょうみたいなの書いてあって、私も今年になってね手まで塗るようになった。あんま手まで塗ってなかったから。そう、うん、買ったことあった、ないわとか思ったらありました。でもなんかそんないいやつ、なんかめちゃめちゃいいやつですみたいな感じではなかった。3000円ぐらいで買えるやつだと思う。そう、日焼けしない体質なんだ。でも友達にもいたの。だからなんか肌焼けるって羨ましいなって言われて、私は割と肌焼けやすいから、いやもうじゃあ肌交換しろやって思うぐらいには。その子めっちゃ肌白かったので、そう、でもその子も全然日焼けしないタイプだからいいな、羨ましいなって思って。使ってないねその時計は。もう今ね、あの机の棚に忍ばせてます。そう、あ、でもわかる、なんかいいもの買ってもさ、なんか使うのめっちゃためらうよね。いつ使おうみたいなってありますよね。わかる、私も香水をさ、もうなんか3つぐらいあるんだけど、今どれも1回も使ってなくて、そう、なんかやっぱこのタイミングでつけようかなみたいな、なんかもっと大事なタイミングでつけたいみたいな、でそういう時に限って忘れるみたいなことがめっちゃあって。そうなんだよ、なんか一番最初めちゃめちゃ大事にしちゃうから、今じゃない今じゃないみたいなタイミングで、そう、なんかでも結局もう買って2年ぐらい経ってるの、やばいそう、もう未開封未開封ずっと。そうなんだよ本当に、マジでいつ使えばいいんだって思って、本当使ってないんだよね。そう、めっちゃもったいないなとは思うんだけどね、いつ使おうみたいな感じで。そうなんですよ、そろそろ使いたいねそう、でもそう、でもあんまりね、なんかこの日使おうかなって思っても、なんか結構さ、あのなんて言うんだろう、結構髪の毛をストレートにする時とかって、まあ
ローションを使うんですけど、それはね匂いがついてるからさ混ざんないのかなってめっちゃ不安になるんだよね。それはある。何系の香り、いろいろあるからな。そういろいろあるから、シトラスは1個あって、で、あとパフュームさんのパフュームオブパフュームっていうのがあって、それもマジ1回も使ってない。でもそれがシトラスだったかな。でもう1個はヘタリアっていう作品があって、それの結構アニメの香水を作ってる会社があるんですよ。あのね、ちょっと名前を忘れたんですけど、そう、ちょっとパフュームさん大事にしまいすぎてどこにしまったかちょっと忘れちゃったおバカすぎるそう、石鹸の香り好きですよ。いいよね。そう、アニメの香水があって、でそれでなんかヘタリアもあったんですけど、でそれでね、あの私の好きなアイスランドくんの香水が出たので買ったんですよ。そう、でもそこの会社さんめちゃめちゃこだわってて、なんかそう、なんか期間限定でその香水はこういう風に作りましたとか、成分このようにして入れましたみたいなとか、めっちゃ考えてて、めっちゃびっくりしたの私は。もう即買いだった本当に。いや、もう買わせていただきますみたいな。そう、本当に、ま、多分待って、どっかにあったはず。どうだったっけ、あった、はやっもう大事にしまってる大事にしまってどうするんって話なんですけど、ちょっと待って、よいしょ。そう、こちらですね。これ箱に入ってる箱に入ってるやつです。一回出したっけ、もうそれも覚えてない。でもそう、あ、でもこれ、え、出してる。そう、私ほんとね、箱とか開けるのほんと壊滅的に下手で、絶対破れんの。え、待って、怖い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 、開けよう。はっ、あ、よし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 、綺麗に開くタイプだこれは。あ、めっちゃ手汗がすごい、手汗がすごい。一回ね外には出したけどすぐ閉まったんだよね。うわ、かわいい、こんな感じ。そう、いや本当にね、なんかこういう、ちょっとこれなんかいろいろ書いてるから、こういうなんか蓋あるじゃん、こういうの本当に開けられないの私。そう、本当に開けられなくて絶対ねベリベリって割れるんですよ。そう、プリマニアックスさんだ。そう、プリマニアックスさん、キャラクターフレグランス。え、めっちゃいろいろあるよ。え、調べてみよう、みんな待って、私も iPad を取る。で結局しまうんだよね。瓶を開封したらアルコール成分のレジを発する。なるほどね。もう本体を開封したらもうそっからはもう使えと。でも使うしかねえとなるんだね。でそう、やっぱ香水ね全然つけないけどね、マジでもったいないからつけたいんだよね。そう、でもそう、私香水を使ったことがないからさ。そうなんですよ。そう、香水はね使ったことがないからこそ、いつ使えばいいんだみたいな、めちゃめちゃまなんか迷う。そう、いつ使えばいいんだろうみたいな。うん、香水集めるのも楽しい。あ、そうなんだ。でも可愛い瓶のやつとかもありますもんね。そう、でも私香水のね香りを嗅ぐのはめちゃめちゃ好き。そう、買わないけどみたいな。
香水はつけた人の体温で香り方が変わる。そうなの？ちょっと待って、 iPad いろいろあるよ。鬼滅もあるもん、プリマニアックス。そう、鬼滅も一回調べた。あのお姉ちゃんの好きなキャラクターがいたから調べたんですよね。え、そう、めちゃめちゃね、その説明す、お代理と遊びに行った時めっちゃいいじゃん何それいやでもめちゃめちゃいいアイディア、ありがとう。ちょっと参考にします。あ、そう、リボンもあるんだよね。そう、なんかね、ちょうど友達に教えてもらって、私もね知らなかったんですよ、香水があることで。最初に友達になんかヘタリアの香水とかあるんだよみたいな聞いて、え、すげえみたいな。その時はまだなんか8種類ぐらいしかなかったけど、今だともう何10種類も出てて、そう、かゆかゆ足がかゆかった。でもなんか呪術廻戦とかも出てんじゃない？あ、待って、リボン、これ新しいやつじゃない？わ、すごーい、いろいろある。シャーマンキングもあんの？マジ？それは初耳かも。え、だよね。ユニちゃんも、はい、ユニちゃんのが新しくなってる。ほんとだ、シャーマンキング、いつ発売されたの？わー、こんな感じなんだ。アンナのパッケージ、かわいい！びっくりした。そう。うわ、サンプル試したくなるやつ。うわ、なんかでもホロホロの匂いとかめっちゃ想像できるもん、香水な。そう、あ、セーラームーンもあるんだ。ん？第4弾が出てたの？台湾バリカワじゃん。めっちゃ可愛い台湾。サンリオあんの？嘘でしょ？マジマジ？そう、私が買ったのが第3弾か。そう、アイスランドくんのやつなんですけど、でも本当にさ、あのその時、まあ、買いにお店に行ったんですけど、その時に他にもいろいろあって、あので、私好きなキャラ他にも中国さんが好きなんですけど、でも日本さんもね割と好きで、だからね、でも全部サンプル、あのもうね、全然もうほんとどんどんサンプル見てくださいみたいな感じで言われたから、もう全部試して、試したっていうか全部、もう全部香水ね、どんな香りかね、全部見て、もう全部いい匂いみたいな感じだったそう、サンリオあるのはハスミミ。でもちょっと待って、あのセーラームーンが普通に気になる。いや、本当にいろいろあんの、マジで。そう、幽遊白書もあるよ。でもハンターハンターはなかったんだよね、忘れたけど。そう、それであったらびっくりだけどね。そう、ハンターハンターは確かなくて、うん、いやーね、そう、パッケージもいいんだよな。ほんとだー、めっちゃかわいいじゃんそう、あね、聞いて、そう、仲良しの6月号買えなかった今日思い出したそうなんだよ、そう、あの私今日思い出して、待って、仲良しの6月号買えなかったみたいな。でも本当に見つからなかったの。そうなんだよ、そのこと話そうと思ってた。え、待って、
めっちゃ可愛くない？どうした？可愛いな。さくらちゃんもあんの？マジで？初耳なんだけど。テニプリもいいね。見たことはないんだけど。そう、買えなかったんだよ本当に。マジでマジで買えなかった。そう、え、マジいろいろあるよ本当に。どこ、あ、フルーツバスケットのもあるやんけ。見よ。でも私あのこれ多分新しい方だね。新しい方見てないからさ、新しい方っていうのか分からんけど。うわ、かわいい。トールちゃんとか絶対いいじゃん。そう、じゃなくてカードキャプターさくらどこ？全然見当たらないんだけど、だいたいそういう時は私が見落としてるからね。どこ？あれちょっと待って。ほんと。あ、待って。プリキュアもあるじゃん。キラキラプリキュアアラモードだけど。ちょっと言えてなかった。あ、そう。結界戦線もあんの。ちょっとね、結界戦線。ちょっとチェインさんが欲しくなるよね。私チェインさん好きだから。欲しくなるよね。でもクリアフローラルの多分ちょっとアイスくんと似てんだよね。ちょ、多分だけど。そう。アイスくんの似てんだよねとか言って、多分全然似てないと思うんですけどね。え、え、みたいな。そう、待って、さくらちゃんどこ？私がもう見つけるの下手なだけかしら。でもそう、おそ松さんもあってめっちゃビビった記憶がある。そう、めっちゃ本当にいろいろあんのよ。そう、おそ松さんに関してはおそ松さんだけじゃなくておそ松くんもいるからね。そう、しかもおそ松さんのシャンプー&コンディショナーもあるからね。それは初耳だ。あ、でもシャンプーとかも売ってるんだ。シャンプーを初めて見た。アクアシャボン、アクアシャボン、いろいろあるんだね。私香水しか知らんけんさ、オンラインショップで見よう。そうね、最近ちょっとある曲をずっと考えてるんですけど、それを歌うとちょっといろいろとね、あのアウトになるから歌えないんだよね。え、いろいろ売ってる。ブレンドティーとかあるんだね。そう、まあね、何の曲なんかはね、の後々わかるとは思うんだけど。そう、待って、さくらちゃんどこ？さくらちゃんがほんまに見つから頑張れ私の iPad。 え、サンリオマジで可愛い。びっくりしたもん本当。これはちょっとあっちで調べた方が変な。多分クリアカード編やんな。カードキャプターサクッとじゃないよ。これか、あ、これね、見たことあった。え、じゃこれか、これね、見たことあったわ。あれだもんね。そう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 、え、これもね、可愛かったよね。買いはしなかったんだけど。そう、あの、後々一応わかります。でも、ね、今歌うとちょっといろいろね、あの問題、あのちょっとネタバレとかにもなるからちょっと歌えないんだけど。そう、え、ね、そう、これね、ちょっと欲しいなって思ったけど買わなかったんだよね。だからプリマニアックスはマジでめちゃめちゃすごいっていうことをね、皆さんに知ってほしかった。そう、かゆ
そうでもなんかさっき見たらね2000あなんだ あ、そっちか。びっくりした。さくらちゃんってなんでこんなに可愛いんだろうね。本当にさくらちゃんってなんでこんなに可愛いんだろうね。やばい、普通に声が低い。ともよちゃんもマジで可愛いんだよね。なんでこんな可愛いんだろうね。そう、さくらちゃんマジで可愛いんだよね。漫画を描いたいよ。でも最近はほんとずーっとその曲聴いてて、ずーっとその曲のこと考えてるから言えないけど、そう、もう手汗がすごいもん。それその曲考えるだけで手汗がすごい。え、マジサンリオキャラクターあるの知らんかった。めっちゃ可愛いじゃん。デスノートもあるんだ。デスノートはちょっと見てたけどね。そう、ヤガミライト以外ソールドアウトしてんじゃん。多分ヤガミライトは在庫が多かったのかな。いろいろやってるよ、本当にいろいろやってるよ。そう、幽遊白書があるのちょっとびっくりだな。え、でもハンターハンターはないんだね。ちょっと意外だ。でもそう、パッケージもマジ可愛いからね。そう。犬夜叉がある。るろうに剣心もある。違った。なんか似た、なんかあれって思った作品名があったけど知らないやつだった。そう、ドラえもんはさすがにないかね。でもコナンとかもあってウサギだけどね。名探偵コナンの、違うところで売ってそう、名探偵。あ、でもそういえばさっき腕時計がうんたらって言ったね。うどじゃない、うどん屋さんかな。あ、腕時計で出てきた、これか。うわ、愛ちゃんの可愛くない？そして愛ちゃんに挟まれる、違う、愛ちゃんを挟んでいる赤井さんと安室さん。何この3人。え、私がよくランダムグッズで出る3人じゃねえか。安室さんはそこまでか。え、でもそう、なんか本当にさ、最近マジで赤井さんか秀吉しか本当に当たらないの私。そう、ほんと自分でもびっくりするぐらい。うん、愛ちゃんが一切当たんなくなったんだよね。最近はどっちかっていうと秀吉がめちゃめちゃ来てるんだけど、そう、安室さんはたまに来る。そうなんですよ。え、愛ちゃんの超かわいい。マジでかわいい。そう、ツイッター見たでしょ？
マジであのチョコエッグが新しく発売されてたから買ったんですよ。で私はセラさんが欲しくて、そうセラさんが欲しくて、まあ、2個買って、まあ違う日に2個買ったんですけど、そしたらまあ最初の2個であのシュウキチとユミタンカップルが出たんですよ。一気にもう一度にその2人が揃って、なんかその2人が出たら面白いなみたいな風に思ってたら本当に出たんですけど、そうでお姉ちゃんにあげたんですよ、お姉ちゃん好きだから。でそしたら次、まあ、違う日に買った時にあのもうシュウキチはいいかなみたいな、うんみたいな感じで思ってたら本当に出て、そう本当にやっぱね全てはあの去年のね妖怪ウォッチプニプニのあのサンデーコラボの時が始まりだったんだなって思いました。あの時からだもん、シュウキチが出始めたの。そうだからね、うちにも一気に周知が増えました。そうでも本当に最近赤井さんか周知しか出なくって、そうなんですよ。いやなんかね嫌とかじゃないんだけど、好きなキャラがやっぱり出てほしいじゃん、こちらとしてはね、それを思ってるの。私は怪盗キッドの怪盗キッドとセラさんが好きだから、こちらとしてはあの出てほしいの。もうそれか本当に愛ちゃん、もう愛ちゃんが本当に出なくなった、なんかそれがね一番寂しいよ。私は愛ちゃんとの運命って本当に信じてたの。私本当愛ちゃんファンの方本当にごめんなさい。私愛ちゃんが本当にずっと出て、もうさ友達の間でももう絶対カオルちゃんは愛ちゃんだよねみたいな、そうなんか今日ガチャ引いたんだっつったら、え愛ちゃんって言って、うんそうだよっていうぐらいにはもう愛ちゃんだったの私は。そしたらねもうパタリと出なくなったからね。ハイバー愛ちゃん可愛いね、めっちゃ可愛いね、腕時計超可愛いね。塩対応期間かな愛ちゃん。あれだね、麻酔銃の腕時計もありますもんね。あのユニバで買えるやつ、友達が買ってた。そう。割と私の周りあのコナン好きな子多くって、結構いるな。エイトだけでも何人かいるし、普通にプライベートの友達にも、え何人いる、待って、あの子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 5人はいる、もうちょっといると思うけどとりあえず5人ね。そうで、まあそうだね、なんか半分ぐらい平次好きな子いるんですけど、そうなんか平次好きな子が私の周り多くって、そうなんだよ、まあ、平次かコナンくんかキッドみたいな感じで、あんまり赤井さん好きな人とか安室さん好きな人がそんなにいないんですよ。ああなんつ、そう、うん、そうだからちょっとね、あの赤井さん、私の部屋にある赤井さんグッズをちょっともらい手がそうもらい手がいないそうなんですよ。いや赤井さん嫌いなわけじゃないんですけど、やっぱりねこちらとしては好きなキャラが欲しいっていうことなんで。でなんかよくねコナンってなんだろう、色紙とかもあのなんか食玩、あのガム付きとかラムネ付きで、まあ大体ガム付きなんだけど、まあ、色紙が1枚買えるやつがあって、そうでもそれほんとなんか安室さんが2枚ぐらい当たったんですよ。だからもうちょっと最近その色紙をちょっと買うのが怖くてちょっと買ってない。うん、ルンバちゃんって呼んでください。なんか本当に本当に安室さん2枚、ま今まで買ったのが3枚で安室さん2枚ぐらいで、もう一人コナン君だったんですけど、そうだからなんかちょっといやもう今度から色紙買うのやめようかなって思うぐらいね。そうなんだよ。うん、
そう、最近はほんとね、マジ周吉か赤井さんなんですよ。やっぱね、その妹さん欲しいってなるとやっぱちょっと立ちふさがる大きな壁が2つあるんですよ、こうやって。そう、そこを乗り越えないと私は手に入れられないセラさんをそうなの、なんかねっていう風に勝手に考えてます。そう、静かにうなずく。そう、そう、本当にマジで妹はそんなに簡単に渡さんぞって本当に言われてる気がしてる、私は。そうごめんなさい笑ってしまった、ごめんなさい本当に。そう、二人の兄の壁がね、こう立ちはだかってるんだよ。そう、まあ、一回セラさん当てたことあるけどね。そう、頑張って当てた、あれは。そう、ほんとね、壁は、ほんとね、二人の壁は高いです。ほんとに、その二人しか最近出ないから。うん。真顔になっちゃう。真顔になっちゃうぐらい。そう、真顔になっちゃうぐらい、ほんとに。ねえ、ほんとにね。偏りすごいんだよね、マジで。なんで?みたいな。でもほんと、ことごとく赤井さんしか出なかった時あった。そう。びっくりするほど赤井さん。もう赤井さん。赤井さん祭りだよ。愛ちゃんどこ行ったみたいな感じ。いや本当にマジで愛ちゃんどこ行った。そう、本当にばらけない。もうね、これっていうキャラしか出ない、マジで。逆になんでって思っちゃうけどね。でもなんか結構さ、なんだろう、腕時計とかお財布とかバッグってさ、まあアニメのね、そのバッ、まあ、商品とかも出るんですけど、うん、なんかそうだな、ちょっといいとことコラボ、例えば、まあ、いいとこっていうかあれなんだけど、まあ、例えばサマーサタバサとかってめっちゃお財布出るじゃん、まあ、そういうとことコラボするっていうことは全然あるし。そう、だからなんかそういうのが出た時めっちゃ欲しいなって思うんだよね。なかなかバッグとかお財布とか腕時計ってさ、まあこの世にはいっぱいあるけどそんなに買うもんじゃないから、だからこそね、いた欲しいなって思う時はあるんだよね。まあそう言ってハンターハンターの財布は買わなかったんだけど、そう、まあデザイン、ビビッとくるかどうかっていうのはある。でもクラピカめっちゃおしゃれ。いやちょっとブレスレット欲しかったんだよな、あれ。ちょっとね、めっちゃ悩んで買いはせんかったけど。そう、そう、サマーサタバサはね、結構いろいろコラボしててめっちゃ可愛いのいっぱいあるんだよね。まあ、さくらちゃん持ってるんだけど。そう、でもやっぱサマーサタバサでお財布ってこんなに高いんだっていうことを知った。高いものは高いんだなって思った。そう、全然知らなくて、今でも思い出すよ。その羽田空港でそろそろお財布これ可愛いなって思って買おうと思ったら、お年玉持ってたけどそれでも所持金足りなくて、そう、買えなかったっていう。マジでほんとサマーサタバサでお財布の高さを知りました、私は。そう、お値段がね、なんか手軽になんか
ああ全然手軽に買えるぜベイベーみたいな感じじゃないからさ。でもあとデザインって本当に大事なんよ。それで言うとさ、ツイステッドワンダーランドってあるじゃん、ツイステ。めっちゃ流行ってるやつ。私は知らないんだけど、知ってるけどやってはないよね。でもツイステってめっちゃグッズ可愛くて、そう、知らないけどちょっと欲しいって思うぐらいには可愛いんだよ。そう、なんかね、やっぱね、あるよね。すごい可愛いのばっかり、可愛いのしか出さないじゃんっていうのたまにあるからね。そう、ほんと。そう、ディズニーのやつです。そう、全然知らないけどグッズに惹かれるってことはね、よくある。特にツイステは。そう、でもツイステなんかみんな好きだよね。みんなが嘘だ。好きな子は好きだし、そうじゃない子はそうじゃないよ。ちなみに私はそうじゃない部類の人間です。ん、なんか量増えてない？気のせいか。こんなに量あったっけ？気のせいか。気のせいだった。気のせいだった。サマーズタバサの店員さんの服かわいい。うわ、店員さんの服は注目したことないな。そうなんだ。でもそう、ツイステは本当にね、忘れもしない。なんかめっちゃ友達から LINE 来て、最近なんかツイステッドワンダーランドっていうのにハマってるんだって言われて、そう、私もホームページ見て、あーこんな感じなんだみたいな、初めて見たなみたいな思ったら、まあそれがなんか、まあ、ゲームなんですけど、まあ、ゲームっていうかスマホアプリ、そうで、リリースされてからまだ3日とかしか経ってない時ね。でもその子、まあもともとディズニー好きだったのもあってね、多分知ってるたんだろうなって今は思うんですけど、なんかでもそう、それが最初で。でもそしたらなんかみんなツイステにはまって、なんかあそこでもツイステ、あっちでもツイステ、ここでもツイステみたいな、ツイステツイステツイステ、ちょっとね今ツイステのゲシュタルト崩壊を軽く起こしてるんですけど、ちょっとそして皆さんもね、そのゲシュタルト崩壊にね巻き込んでるんですけど、そう、ね、みんな巻き込もう。みんなツイステのゲシュタルト崩壊の世界へようこそ。私はやらないかな。ちょっと今ね、あんまりその、そもそもアプリすらやってないから、これ以上新しく何かをやるっていうことはね、あんまりないかな。あと結構最近私も慎重になってきて。そう、なんか、私今の iPhone2 代目なんですけど、1代目の時マジで、ほんとアプリ、マジ入れまくって、好きなアニメとコラボしたらもう全部入れるみたいなぐらいには入れてたんですよ。そう、でも最近はなくなったかな、それも。あんまりは。そう。昔ね、めっちゃ入れてて、ほんと20ぐらい入れてた。全然やんないやつとかいっぱいあった。でもね、リリースも違う、もうサービス終了したやつがなんかもう10個はそうなんだけど、5個ぐらいはサービス終了してて。そうなんですよ。割とショックだったね。何を私調べようとしたんやろ。ちょっと忘れましたね。なんか妖怪ウォッチの財布とかないのかな。なんかすごい今気になった。そう。でも大体そういうのってキッズ用しかないからね。そう、カーズも大体キッズ用、なんか大人用とかも出してくんないかな、カーズも。そう、そう。
なんかカーズ財布サマーサタバサとかで調べて出てこないかどんな待って、ディズニーストアカーズ財布って出て、カーズグッズあんの？まあ、そりゃあるか。これサングラス欲しかったんだけど、キッズ用なんだよね。そう、キッズ用。それがね、なんでキッズ用やねんって最初思ったんやけど、さすがに私キッズは入らないんですよ。さすがに。そう、多分きついマジで。うん。マジできついと思う。マグカップとかあるんだ。もうね、ネットショッピング始めてるからね。そう、多分大人用のねサングラスとかも昔はあったんだろうけどね、まあないでしょうね。うん、ラジエータースプリングスのエコバッグが、これあとお姉ちゃんにですよ。今見るといろいろ新しく出たのかな。知らないグッズがちょいちょいある。わお。知らないグッズがちょいちょい。ごめんね、ほんとネットショッピングをねすぐに始めちゃう人なんだよ私。ごめんね。そう、そう、キッズ用ってちょっとね、あの多分サングラスもキッズ用やばいよね。もうメガネも、メガネのさ、あのあそこの部分、あそこなんて言うんだっけ、メガネのあれ、あそこメガネのかける部分ってなんて言うんだっけ、やばい、ど忘れした。絵だっけ、メガネ部品名で調べよう。女神になった、なんでやねん。普段なんでやねんとか言わないのに、なんかそういう時に借りてなんでやねんっていう。テンプル？そうなの？初めて聞いたよ。え？みんな知ってた？テンプルっていうらしいよ。でもそういう場合はこっちの方が正しいのかしら。テンプルっていうらしいよ。みんな知ってた？私は知らなかった。でもこういう場合はヒンジでいいのかな。でもそう、多分キッズ用マジ無理やりつけたらもうそこ開くから、マジでもう絶対ね無理だと思う。初めて聞いた、私も初めて聞いた。でも普段使わないよね。はい、ということでね、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。昨日ね口内炎の薬見つけてね、塗ったらねだいぶ良くなりました。まだ痛いんだけど。そう、あ、そう、なんかテンプルってこめかみっていう意味で、あの英語でだ、そっから来てるらしいですよ。じゃあその前にギフト読みます。ランキングを読む前にね。じゃあ最初から、はやちゃんさん、かわいい、アーキーさん、ハート、松さんがウェディングローズで、おー、アーキーさんハート100個ありがとうございます。で、飯田ひろゆきさんウェディングローズ、はるにゃんさん、かわいい、アーキーさんが、花束、玉国さんが、ウェディングローズ。で、はやちゃんさんが、ウェディングローズ。で、アーキーさん、ブーケ、桃の天ぷらさん、ウェディングローズ。グリグリパンチさん、ハス、大友さん、ブーケ。玉国さんが、ハート。メトロポリスさんが、レインボースター。かつやさんが、ウェディングブーケ、と、ハート。で、人から48さんが、かわいいと、ウェディングブーケ、ありがとう、違う、ウェディングローズ、ありがとうございます。
じゃあランキングを読むよ。13位から。13位忘れた場合さん、12位勝也さん、11位飯田広之さん、10位プレジョンさん、9位エイトウッドさん、8位正嗣さん、7位アーティーさん、6位ロミツさん、5位夏目さん、4位メトロポリスさん、3位玉国さん、2位カラスのカーコさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。